京都へおいでやすのミスター京都アッキーです。はい、本日は京都の久美山やってきました。ほんでね、久美山の国道1号線に一番という焼肉とかうどんやら丼やらいろんな定食やら何やしなんけども、いろんなものが食べれる食堂があるんで、そちらでいっぱい飲んでいきたいと思います。それじゃあ早速行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴー、行ってきます。ここはね、駐車場が広いからトラックも止められる最高の立地条件です。はい、昼時にはトラックの運転手さんとかがよく来られています。じゃあ行ってください。一番という食堂あるんで行ってきたいと思います。おかず各種、味噌汁、飯、中華そば、うどん、どんぶり、焼肉、ホルモン、行ってきます。はい、冬場はね、おでんもされてますんで、おでんうまそうでしょ。1個100円。大臣のカウントブラザライトと呼ばれる会見、そして経済産業省のスルーの会館という情報が入ってきました。その後、日本政府の組織が、日本側からモビリティを要請としている日本人を集団するという連絡があったことがありまして、経済産業省が再獲得するつもりがあるというふうに見ました。実はね、前回焼肉定食を、食べてるんですけども、今日はね、焼肉というかね、いっぱい飲みながら、ちょい飲みしながら、ちょっとホルモンなんかをつまもうかなということで注文させていただきました。ご飯類、汁物、一品料理。今日はなんかね、この一品カス汁とかもあるんでね、一品食いながら、ご飯類、汁物、一品料理。今日はなんかね、この一品カス汁とかもあるんでね、一品食いながら、いっぱい飲んでいきたいと思います。今日は瓶ビール、僕は乗せてきてもらってるんで、飲酒運転での酒は控えてください。はい、瓶ビールです。じゃあということでね、今日はね、こちらで一杯飲んでいきたいと思います。じゃあ瓶ビールです。うまいな、やっぱ寒い冬でもね、最高ですよ。ということでね、先ほどご覧いただきましたおでんを取らせていただきました。1個100円、大根と卵、せっかくついてるんでこれごと、いやちょっと無理いくか。そしたらね、いただきますよ。大根、こんな極厚の感じで切られてます。キュもう中までね、しっかり火が通ってるから飛び散ってやってもだ。食べるときはね、やっぱこれから取りましょう。これを取って、こう取ってですね、振りいただきましょう。そしたら卵をいただきます。しっかりね、味付けされたおでんすわ。これはね、体がほっこり温まる。もうね、味も濃いめですごい美味しいです。僕好みのおでんです。最高ですわ。名物、こちらね、
こちら玉ひもですわ。こちらの名物です。はい、自分で取るんですけども、名物なんで、いただいてみたいと思います。いただきます。あー、うまいわ。懐かしい味付けやわ、この玉ひも。大好きなんですよ。あの、甘辛く炊いたんだけど、そんなに甘すぎることなく、酒のあてになりますわ。うまい。そしたらこれ言いましたよ。もうどうしても焼肉食いたくなってきたんで、前に鉄板があるんで、一番ホルモン、これ言いました。これが名物のホルモンですよ。これ、これをここでやる。どうしても言ってしまいました。いいね。これが一人ホルモンですよ。最高ですよ、一人ホルモン。これ、自家製と塩コショウとあのタレ3種類いただいてるんですけど、なんかね、もう今日は1人前しか食うてないんで申し訳ないですけど、はい、これが一番ホルモンです。じゃあホルモン焼けてきたんでいただきますよ。これ、これ、これいい感じに焼けてきましたよ。これ、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 これですよ。これ、これをもう3種類いただく、もうもったいないですけどね、いただきますよ、せっかくなんで。次は昼の焼肉食べ放題来なあかんね。俺豚ホルモン食えへんねんけど、ここの豚ホルモン全然臭くないよ、ほんまに。これあの、なんでやろ、やっぱあの掃除の仕方というか手入れの仕方が違うなと思うけど、全然臭くない。もうここだって何もでも食えるわ。ほんまに豚かって思うぐらい全然匂わない。うわ、あ、最高やわ。こういう形で焼けてますけども、よし、塩コショウで。うまいわ。とにかくカス汁です。俺の大好物のカス汁です。俺が食べ物の中でもうラーメンの次に好きと言ったらカス汁なんですけども、今年初のカス汁を一番さんでいただきます。これ一味、これはね、あの特殊なカス、京都の伏見の宝酒造のカスを使われているということなんで、これがこの先カスがなくなるまでされるということです。うわ、うまそうやわ。これは最高やな。いただきます。もうね、カス汁だったらね、もう僕ね、おラーメンのついでに好きで、自分でもね作って、ほぼ冬場は毎日朝食うんですよ。じゃあいただきますよ。今年初です、ここでいただきます。初は、この濃厚なね、酒粕がねたまりませんわ。ほんで具もね、大根と人参と豚肉かな、豚肉、こんにゃくと贅沢に入ってますけど、たまらわん。ご飯が欲しくなります。でも今日は醤油飲みなんで、ご飯は我慢です。このカス汁見てください。これほんまドロドロっすよ。具沢山でね、しめじも入ってるし、ちくわも大根も人参も
お肉も入ってるし、もう贅沢極まりないですこれ。おいしいわ。カツ汁もこってりや、ほんまこってり。食べ放題、焼肉これ来るから、はい、楽しみです。こんなんあるか、貝とかこんなんもある。はい、ということで皆さんよかったら富山の市場来てください。焼肉もできて、ちょい飲みもできて、がっつり定食、丼ぶりうどんありますんで、ぜひねよろしくお願いいたします。それじゃあ飲んでいきます。ありがとうございました。はい、ということで久美山の市場行ってきましたよ。今日はちょい飲みで利用させていただきましたけども、やっぱり一人焼肉も最高やし、一品も何食ってもうまい。ほんでカス汁最強なんで、皆さんぜひこちら温まりに来てください。伏見の最高の宝酒造の、カス酒カスを使っているということなんで、カス汁バカの俺でも最強に美味しいカス汁でした。はい、ということで、ね、また用意していただきます。ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいて皆様愛してます。ありがとうございました。本日も最後までご視聴いただきほんまお気に入りです。京都や大阪に旅行へ来られる時の参考にしていただければ幸いです。これからもミスター京都うまいもん TV お頼もうします。京都へおいでやすどうミスター京都は。今日はね、四条通り、四条の肉、これあの金額めっちゃ安いですね。安いんか。破格破格、これは破格。こんばんは、みゆみゆのはんなりみやこ TV どっし。え、今日もすごいところにやってまいりましたよ。ここはね、昔から私は知ってます。よくね、食べに来てたんですよ。めっちゃ美味しいね、元祖一人焼肉のお店よ。ほんまにここが元祖と思われる。私はそう思ってる。ここね、ほんとね、あのちょっとね、交通便はなかなか大変やけど、来る価値めっちゃあるんですよ。本当は誰にも教えたくないんだけども、みんなに教えようと思います。場所はまた概要欄を見てください。バス停から4分で到着します。ではみんなの衆ついてこい。道1号線、あっちは大阪、こっち京都。このね、道路沿いにね、あるのよ。見てこれ、めっちゃいいよ。じゃーん、焼肉一番。私焼肉一番というか食堂一番なんやけど、いつも焼肉食べるから焼肉一番、焼肉一番って言ってるのよ。めっちゃ良い感じでしょ。このね、中もね、すっごいね、いい感じやねん。今からお邪魔したいと思います。入るよ。なかなかね、見るからにいい感じ。
空いたとこや、5時から。ドリンク、ランチタイム、お食事された方コーヒー1杯無料。これがすごいね、ほらカレーライス550円。これこれ安いよこれ。では早速瓶ビールからいただきたいと思います。筋も言うた、筋もちょっと先食べて。では皆さんお疲れ様でした。飲みますよ、喉からからや。では皆さんお疲れ様でした。乾杯。うまっ。飲むで、食うで。まずは焼肉屋さんの筋煮込み、絶対うまい。おいしそう。ほら見て、おいしいねこれ。うん、筋がとろっとろで、めちゃくちゃおいしく甘辛く煮つけてあります。うん、では早速大ぐらいタイム飲んで食べていきたいと思います。あ、お味噌汁。お寿司のあれみたいですね。うわ、大ちゃん、見たら多くないですか？それ大ちゃんいますか？すごいふわふわ。完成ですね。さあ、よかったね。もう裏の台所風景を撮らせていただきました。めっちゃすごいでしょ、美味しそう。ほんでこれも、これお得やで。1880円でもまあまあお得かなと思ったけど、1480円。霜降り盛り合わせ定食、ご飯はさっきも見せたけど山のよう。美味しそう。もう焼くで焼くで。さっき切ってるの見てたけど、見てこれ、霜降りカルビ、どっちも霜降ってるけどね。一番カルビ、でこれもすごい。一番カルビ。本日の飯テロ。安すぎ。めっちゃ美味しいこの肉。これ高級焼肉店で食べたら5000円ぐらいすそうなやつ。飯めっちゃ美味しい。野菜もね、めっちゃボリューミー。これさあ、野菜が焼けるまで豚汁を飲んで食べたいと思います。今日はね、普通の味噌汁なんだけど、店長さんが豚汁にしてくれました。
うまい。しかもめっちゃ具だくさんでめっちゃ豚入ってる。野菜も1人前セットがこんだけ入っててめっちゃお得。280円。ご飯山盛りだったけど、毎度ながらなくなっていきます。一人で焼いて食べてると焦げていくね、どん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 。急がなくては、急がなくては。うまっ。締めの丼を食べたいと思います。